ちょっとちょっと、あんた何か忘れてませんか？忘れてないけど。あ、忘れてない？これですよ、これ。あ、これね。行って帰ってきた列車戦隊特急だ。夢の超特急7号。はい、こんにちは、まーちゃんねるまえはらです。はい、ということで、発売されましたね、行って帰ってきた列車戦隊特急じゃ夢の超特急7行7行じゃない。噛んじゃいましたけども、列車戦隊特急じゃやっぱ好きだったね、やっぱ面白かったね、V シネマがですね発売されましたね、とりあえず開けてみましょうか。これはですね、初回生産分ということで、DVD プラスですね、こちらの後ろにありますね、これですね、特急ジャー超全集テレビくんデラックス愛蔵版っていうのが付いてました、結構分厚い本だよね、でこれさ、テレビくんに載ってた、全部が書いてそう、テレビくんの特集、特急ジャーの特集がですね全部まとまってるんだよね、だからテレビくん捨てちゃったけど、でもこれがあるから良かったね、改めてこれをちゃんと見ていきましょう、列車とかも全部出てるしね、しかもあ、Z とかもあんじゃん、闇の皇帝 Z、 あ、いいね、いいよこれ。それでこちらが DVD ですね、DVD 実はですねもう半分ぐらいまで見たんでね、ちょっと時間の関係上全部見れなかったんだけども、とりあえず今見てる感じでは特急7号も出てきましたね、ちょっと太めの特急7号ね、裏側にもネタバレが出てますけどもね、だけど、飛んで降りたぐちってなっててよね。そうだね、ぐちってなってあの特急じゃですね、うちらにとってはちょっと記念すべき作品だよね、なんでかっていうと今までずっとさ電車系で来てたうちはね、プラレールとか、電車系で来てたんだけども、特急じゃは列車だったから、だからこれすんなり入ってこれたんだよねこっちにね、だからこれは良かった、うちらにとってはね、特急じゃは。しかもさ5人のさ主役の名前全部言えるもんね、ライトが志尊淳さんでしょ、でトカッチが平巻仁さんでしょ、でミオが、リリアさん、今ね名前変わって小島リリアさんだったね、で光が横浜流星さんでしょ、それで神楽が森高愛さんね、全部わかるもんね、全部だから分かってない人いるじゃん、あっちゃん、アキラね、アキラちょっとごめん、パパもそれはねアキラわかんない、アキラ誰なの？車掌さんとかね。車掌さんはあれだよ、関根勤さんだもん。あなたは結構有名人だよ。そっか。そう考えてみると、ニンニンジャーは全然まだ誰一人も分かんないんだよね、役者さんの名前ね。それはいかんよな、うちはな。特急ジャーは、素顔の選手たちの、あの G ロストのショーも2回見に行ったしね。だから本当に思い出深い作品ですね。またこれ全部見てね。楽しみたいと思いますけれども、一応この DVD にはですねメイキングとノンスーパー ED なのよくわからないな、 PR 集、特急ミュージアム、ポスタービジュアルとかね、そういう特典も入ってるみたいです、特急ジャーから離れられない人、ニンニンジャーはもしかしたらつまんないなと思ってる人、特急ジャーが良かったなと思ってる人はぜひ買ってみてくださいね。面白いね、さすがに特急ジャーね、相変わらずこう見てて最初の5分ぐらいでもうすぐ常に引き込まれちゃったもん、はい、ということで今回は行って帰ってきた列車戦隊特急じゃ夢の超特急7号でした。